おはようございます。京都府の南の地域にある和塚町の近くに素晴らしいヒルクライムコースがあるらしい。十部線和紙、峰、山と書いて十部線合ってるかな。とにかくイギリス人の友達ミックさんがすごくいいヒルクライムコースがあると教えてくれて、そして今日松岡さんとミックさんの友達も連れて、そこでグループライドをやろうと思います。ミックさんがくれたルートによると、彼の家からまあ約140キロぐらいあるので、僕らにとってまあさらにプラス40キロ、60キロぐらいになるので、まあ200くらいの近くの、ちょっとロングライドになると思います。このセブンイレブンのコンビニ着いたんですけど、松岡さんが家出るときにパンクして遅れるということです。どうしようかな、迎えに行こうかな何があったんですか。いや普通にパンクしたから。大丈夫、僕今日サングラス忘れなかった。何時にどこなん？ミクさんの家8時らへん。いや、うん、らへん。やば、元気元気。おはようございます。 We head north. We meet everybody at the bottom of Hoji Toge. So Hoji is where we go over towards Hoji Toge. So that's still, that's the climb. That's a good climb, I think. Have you ever done that one? No.Yeah, you got this. New bars, new tape, new stem, new seat. 前見た時よりだいぶ新しくなった。うん、だいぶ。おはようございます。いやもうさっきの道マジで疲れた。1時間ぐらいもうずっとめっちゃ狭い道走ってて、トラック、バス、自転車、歩行者、信号、東大阪の道めっちゃ狭いから結構通りにくいですね。That's a huge frame. Yes, 60? Yeah, too big again.We go up here、uh-huh. and then there's a little climb, then we go, basically we're going down all the way、mm-hmm. and then there's a convenience store before the river. Okay. We'll stop at that convenience that we yeah, use. Yeah, yeah, we would love to. We've been riding for 3 hours. Really? Already, yeah. Hoji Toge. 登ります。Myself talking to myself sometimes、okay. might feel awkward, so. Is that、for your videos? Yeah. Or is it just something you do、without the camera? ジュブさん、あれ漢字めっちゃ難しくないですか。そうですよね、読めないでしょ。読めない、日本人でも読めない。どんな道ですか。ね、綺麗な森の中で、まあ、道はそんなに車の走ってない道なんで、綺麗ではないんだけど、はい、まあ、ずっと森の中で坂も、まあ、一定して、まあ、そんなにきついところもないけど、緩くもなく、あ、そうなんですね、ちょうどいいぐらい。長さは10キロぐらい。そう、長さはちょっと長いから。あ、そうなんですね。それでいつもしんどいなとは思うんですけどね。よく行かれるんですか。そうですね、たまに最近なんかお茶の栽培してるところが見えると。あ、ね、わずか、うん、景色綺麗なんで楽しみです。 You're from Denmark? I'm from Holland. Ah, Holland. SorryNot too far. Yeah, how long have you been here? 10 years, I guess. 10 years? Yeah. That's longer than me. Yeah.
この道めっちゃ見覚えがあって、これってもしかしてツアージャパンのコースになってる道かもしれない。これはあのツアージャパン京都のステージ。京都のステージ。そう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 、今そうだと思ってて。あ、ツアージャパンってこと。そう、そうそうそう、そうなんすごいもうすでに80キロ走ってやっと初めての休憩。 How far is it from here? To the next climb? Yeah, I think about 20 kilometers maybe? 20 kilometers, yeah, yeah. Not so far. となんかご飯食べて、でその後今日のメインの登りに向かいます。今日マスク忘れてない天才。ただね、20キロで今日の一番でかい残りがあるから、あんまり食べ過ぎない方が。何しようかな、サンドイッチにしようかな。まあいいか、サンドイッチとヨーグルト、最近僕の定番。から20キロぐらいでジュブさんのヒルクライムがあります。まあ先ほどミックさんに聞いたら、人はあまり行かないらしいので、ある程度の速いペースで突っ込んだらもしかしたらトップ10取れると言われたので、まあやってみようかなと思います。これ何かは木津川。木津川ですね。あと京都、和歌山、結構自転車に力入れてるみたいで、こういう自転車専用の道がたくさんできてて、すごく走りやすい。あの山あまり好きじゃない人はこんな感じのサイクリングロードもたくさんあるので、ぜひあのサイクリングで見てください。めちゃくちゃ気持ちいい。I've been wanting to bring you out to Wazik for ages. Yeah, really nice. When we get over there, you'll love it. Oh yeah, yeah. I'm looking forward.これって何て言うんですか？お茶を作るとこ。お茶畑。茶畑。すごいな。わずかという地域です。ここのコンビニがもうお茶畑と山に囲まれて、ここに来てる自転車で乗りに来てる人たちがにとっての休憩スポットになってます。もう基本的にどの方向行ったら素晴らしいヒルクライムコースがあるらしいです。で、僕らが今から行くのは多分こっちの方で、ジュブさんでアタックします。もちろんあのせっかく来たのでタイムアタックしないわけにはいかない。特に今日はこんなにいい天気やし、まあ足も多分まあまあいけるかなと思います。プランはあの僕と松岡さんまだ走ったことがないから、フィニッシュ地点がどこにあるかわからないので、まあとりあえず道を知ってるミックさんを先に行かして、でまあフィニッシュ時点、まあだいたいここだよっていうところで待ってもらって、でまあ僕らがあのその後、3人でアタックしていきます。楽しんでいきたいと思います。
Yeah. I'll see you in a bit. いってらっしゃい。最近も足の毛全然剃ってない。I really hope I can get there before you catch me. Okay. See you. Yeah, see you. Enjoy. ビシゴッチ、おい。23, 26. 23? Yeah, 26. I think you're the fastest, man. 24, 23, 24 is the KM, but so. Maybe a minor difference. Depending on how strong the records are. 緊張しながらずっと後ろ。これで KM 取らなかったらまたここに。You have to come back, yeah. It's like a proper segment. Yeah. It's a great climb. Yeah. The road is a little sketchy. At the end. Yeah. At the end, particularly. Yeah. Also, like the first flat, when it's really narrow and the corners are really sharp. Yeah. It was really hard to maneuver. Yeah, it's hard. Yeah. Especially after it rains. Mm-hmm. It's messy, isn't it? Yeah. What's the plan after this? The plan after this is we go that way, we're going to climb all the way up that mountain there. Mm-hmm. It's about 5 kilometers, isn't it? Yeah. It's about 6 or 7%. Yeah. And then we come down the other side, and then we'll come back this way, and then we'll head back. Head back home. Back towards Kizugawa, right? Yeah. Okay. And then we'll be dark. How is it called, the climb we are doing? Omine Forest Road West.とにかくちょっと補給、まあ今日はもう厳しい運動はしないからちょっとがっつり食べて。 Are all people from your country so tall? I think 1 or 2 centimeters above average. Most of them are like women also. Really? Yeah.
Yeah, that's like most of my friends are taller than me. Really? I don't know if we need a lot of opinion, but I'm very... 最高です。自転車楽しいっていう感じの一日です。すごいな。高速道路かな。最高のトレーニングコース、道広いし車通らない、路面バッチリ、景色もある。なんか僕が幼く見えるからその話登った方向も結構良かったけど、やばいなこれ。鍋谷と同じぐらい完璧な路面です。完璧完璧やな、うん、Yeah, I definitely want to come here and do it from this side. From this side, yeah, this side is nice. This way?150キロで、帰りが同じ道、東大阪を通る道は多分めっちゃ車が多くて帰りたくないので、代わりに十三峠の奈良川から上がって市議山方面の、そっちのルートで帰りたいと思います。はい、お疲れ様でした。 Take care. Pleasure. Thanks a lot. Hope to see you again. Yeah. Yeah, good luck on the 13 峠. Yeah. We're gonna need it. Yeah. 13峠 A の奈良川、今日最後の登りで、もうご覧の通り結構暗くなってます。家着いたらもう今日間違いなく真っ暗です。最後の登りやから頑張っちゃった。ああ、お疲れ様です。ミックと松岡さんよりちょっと早く登ったから、今日のライドをまとめたいと思います。簡単に言うと、今日のルートは100点満点です。まあ最初の登り、最初の峠結構良かった。2つ目、ジュブさんはぜひぜひおすすめです。路面はそこまでいいわけじゃないけど、ちょっと、あまり誰も走ってない道なんで、まあ僕みたいな人でも、まあちょっと頑張ったら KOM に近いタイム取れたので、すごく良かったです。道自体も今日はちゃんと周りの景色とか見る余裕なかったけど、見どころもあったので、ゆっくり走るのであればぜひ止まって写真撮ってください。勾配もそんなにきつくないので、ゆっくり走って楽しめる登りかなと思います。あと最後の大峰さんが、登った側も結構良かったんですけど、下った方がもう僕すごく感動しています。道が完璧、車通らない、静かで、まあ勾配緩めのヒルクライム。あ、来た来た。 Feeling good? その大峰さんの下った方の登りは多分また行くと思います。すごく良かったのでお疲れ様です。という感じで、もう今日すごく充実した一日でした。松岡さんもすごく充実した顔をしてます。
今180キロで家帰るまで多分40キロもあるので、まあ、220キロぐらいの今日のライドになります。 Thanks a lot for showing me the route. It was really nice. You're welcome. Yeah. ミックさんのおすすめルートコメント欄、違う、説明欄に入れときますので、もし興味があればぜひ走ってみてください。お疲れ様です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 。大丈夫ですか？大丈夫です。じゃあ帰る。